皆さんこんにちは、ウィシンデザインホームセンターの森田です。今日も会いましたね。今日はですね、こちらを紹介しようと思います。ウィンドアップウォールフックっていう商品で、これどういった風に使うかと言いますと、まあその前にですね、ちょっと中身を出してみたいと思います。はい、このようになってまして、先がね、こういう風にネジになってますね。でこれをですね、まあこのようにここ、まあ、壁ですよね。あ、これぐらいで見えますかね。で壁に要はねじ込んで、でここにね上着とか、あとまあ例えばですけど、プランターをこうまあ S 字フックみたいなのでこう引っ掛けて、こうプランターを吊り下げたりとか、そういった風にね、壁にこれを取り付けて、引っ掛けるフックとなります。でこれをちょっと実際にね、取り付けた場所があるんで、それを紹介しようと思います。こちらがね、取り付けた状態になります。で木のね、まあこれを木の壁と思ってください。でその場合はこのようにね、このまま先端をこうぐり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 っとぐりぐりぐりっとこう回してね、ネジのように回して取り付けてもらったらいいんですけれども、最近の壁っていうのはこういった木ではなくて石膏ボードでできているのがほとんどなんですね。ですんでそういった場合はこれをそのままねぐり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 っと取り付けても、こういうふうにポロってもうすぐ取れちゃいます、何か重みをかけたら。ですのでそれを防ぐためにこの付属品のプラグを使います。でこれはちょっと手間なんですけど、電動ドリルでこのプラグと同じぐらいの、長さと大きさの穴を開けてください。まずでその穴にこのプラグを差し込みます。でプラグはこのように穴開いてますよね。で差し込んだらこの穴に、先ほどのこの本体をぐり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 っと取り付けると抜けなくなりますので、ポロッと落ちたりしませんので、必ず石膏ボードの壁の場合はこのプラグをまず絶対入れてください。でいや、うちの壁そんな木なのか石膏ボードなのか分かれへんっていう場合はもう当然あると思うんで、その調べ方を今から言いますね。家にね、霧とかこういった先の尖ったねものがあればもう一番いいんですけど、まあとにかく先の尖ったもので壁をちょっとこうぐりぐりぐりっとやります。で木だと木くずが出てきます。で石膏ボードだと白い粉が出てきます。それで判断してください。あんまりね大きく穴を開けなくても大丈夫なので、霧とかでちょっと壁をねこついてもらって、ほじくってもらって、木くずが出るのか白い粉が出るのかで判断してくださいね。はい、以上でね、こちらウィンドアップ、ウォールフックの説明させていただきました。ちょっとね分かっていただけましたでしょうか。もし分からなければね、またね電話なりメールなりしていただいたら、またちゃんと説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、今回は以上となります。どうもありがとうございます。